今回はスイングの全てが凝縮されているジャンボ尾崎選手の素振りについて解説していきます。テイクバックでは手元を引っ張るようにフェースを閉じるシャットフェースで上げていきます。ダウンでは右腕を右回りさせるように右肘を体の中に引き込んでクラブを大きく右回りさせてクラブの運動量を大きくしています。下半身の動きでは左足かかとを踏むことで左サイドを後方に引き体を大きく開くように左の半身を切っています。インパクトでは右手首が背屈し体全身のパワーをボールに伝えられるインパクトをしています。フォロースルーでは体でクラブを巻き込むように低く振り抜いているのが分かります。まさに現代スイングの全てが詰まった素振りです。実際にこの素振りをして体感してみてください。